たび私たちハルカリマーコのコラボレーションアルバムターミナルが3月3日に配信リリースすることになりました。そしてなんと、はい、3月17日には全国流通でリリースすることになりました。収録曲は全部で5曲あります。もうライブでも披露した、3人で作詞作曲、それからアレンジ用まこちゃんが、手がけたグリッターとターミナルという曲と、あと3曲はなんと個人個人で作詞作曲を担当した曲になります。はい、私が担当したのは熱帯のストロナードという曲です。熱帯なの？熱帯のストロナード。で、私が担当したのはブランニューデイという曲です。で、私は、あ、ごめん。いいよ、ブランニューデイ。ブランニューデイ。イエーイ。そして私は、君にギフトというタイトルの曲を作りました。あげちゃうよ。あげちゃいます。この EP のターミナルは一番最初に、なんか3人でなんかできることがあったらいいなと思って、一番最初に夏頃グリッターっていう曲を3人で書いたんですけど、どうせだったら EP も作っちゃうよということで、なんと5曲作ることになりまして、その5曲が全部カラーが違って色とりどりで、なんていうかすごい多彩な宝箱みたいな EP になったんじゃないかなと思ってます。この時期だからこそ3人でできることを表現したくて、少しでもみんなの背中を押せるような感じになるといいなと思って、本当に3人で思いを込めて頑張って作りました。ぜひ5曲楽しみにしていてください。はい、そして推し曲となっているターミナル、はい、こちらはミュージックビデオね、今撮り終わった。泣いたよ。撮影どうやった？撮影、もうやっぱ、めっちゃ楽しかったし、なんならなんか終わってほしくなかった、ね、みんなで NG とかわざと出すとか言いながら、しかもあのスタッフさんの数がすごい人数の方に関わってもらっていて、まあ3人いるからっていうのもあるけど、なんかね、ちょっとあの MV ももちろん素晴らしいし、あと出演はね、私たち以外にもいたりいなかったりね、いろんな方のね、多分いる多分いる、なんかこういろんな人の力を借りてみんなで作り上げたあの MV なので、ぜひ楽しみにしていてください。かっこいいです、かっこいい系。そして3月6日にハルカリマーコでのライブがあります。場所は大会のハループです。そしてそこでは先立って CD がゲットできちゃいます。行くしかない行くしかない、ぜひ手に取ってください。お願いします。このチャンネルではハルカリマーコプロジェクトの最新情報だったり、お楽しみのミュージックビデオが公開されます。イエーイ。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは以上、ハルカリマーコでした。バイバイ。